店では店長と呼べって。それどころじゃないんだって。何来るの？サマーズが、サマーズが来る。どういうこと？ロケしてたの、駅前で。街ブラの。そうなんだ。お前ファンだったっけ？違う、ビジネスチャンス。全然話見えないんだけど。サマーズをうちに誘い込むの。なんで？いい？ゴールデンタイムの番組は15秒 CM を流すだけで100万円の価値があるの。さらにサマーズが訪れたスポットは聖地としてファンがたくさん集まる。じゃあもしサマーズがうちにロケに来れば。買えるよ、プリウス。ビジネスチャンス。現在サマーズがいるのはここ、そしてうちはここ。サマーズは大通りを歩いてくるはずだから、順当に行けばうちの前を通るんだ。問題はここ。1000円ガチャだ。そう、1000円ガチャ。1回1000円の何が出てくるかわからないガチャガチャで、サマーズはそれを見つけるとすぐにやっちゃう習性がある。そしてそこで当たったよくわからないおもちゃを持って公園へ行ってしまう。そう、つまりサマーズが1000円ガチャをやってしまうと、ここの角を曲がって公園の方に行っちゃうの。だからしげちゃん、お願いしていい？借りに行かしたの？捕まらない。そしてもう一つ心配なのは、この大通りには焼き鳥やたこ焼きやまんじゅうやせんべい屋があり、これらでサマーズが食べ歩きしてしまった場合、うちの店に着く頃にはお腹がいっぱい。それはまずいよ。はい、モッシー、お疲れ様。人身体能力高すぎ。あ、みんな着いた？オッケー。そのままサマーズ通り過ぎる前に旅行ってて。お金は後で払うから。何？各店舗に香水塗りたくった友達のギャル配置しといた。匂いで食欲なくさせるってこと？張ってきた！ありがとう！これでサマーズを腹ペコでうちの前までやってくる。じゃあ、あとは待つだけだな。甘い！うちの前を通っても店に入るとは限らない。ちょっと立て看板持ってきて。お父さんごめん。サマーズって意識が高いもの嫌いなんだ。どういうこと？二八そばにして。え？せっかく北海道から取り寄せたこだわりのそば粉なのに。サマーズはこだわりの強い十割そばよりも親しみやすい二八そばを食べて、やっぱりそばは二八でいいんだよなって言いたいの。プリウス。あ、あとついでにセールご飯のところアイスコーヒー買いといて。そばにコーヒー。あとは店内。サマーズが来てもくれたことなかったらカットだから。店内はリノベーションしたばっかりだから大丈夫っしょ。さっきも言ったけど、サマーズは意識高いもの嫌いだから。何それ？90年代に活躍した野球選手のサイン。それ飾るの？てか、なんで書けんの？あと一番良かった頃の井川遥のビールのポスター持ってきて。わかった。おー、よし、あとは最後の仕上げ。え？
さんよりしげちゃんの方がキャラ濃いから。そう。その顔やめて。もういいから、サマーズ来ちゃうから、早く早く。全然来ないんだけど。